はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、7月の16、17、18と名古屋のホースフェンランドカフェさんのイベント、今回もね、多くのお客様に来ていただき本当にありがとうございました。まあ、18日、まあ、フリータイムということで、30人ぐらいかな、来られて、まあ、5時までには何とか終わったんですが、まあ、それでもちょっと並ぶのが、時間待てないという方がいらっしゃって、ちょっと観覧できなかった方もいらっしゃったのでね、本当ちょっと申し訳ございませんでした。はい。今回、初めてかな、土曜日初日から一人、30分の持ち時間で、まあ4人がペンを選んでいただくっていうような形で進めさせていただいて、まあいつもだとね、最終日で、まあ少しの時間だけ1人30分っていうのはあったんですけども、もう、その時、1人30分だとなかなかいいなと思ったので、今回土曜日からということでさせていただいて、なのでね、ちょっと3日間やらせていただいたんですが、どうだったですかね。まあ、他のイベント来て、今回にも来たお客様じゃないとちょっとわからないかなと思うんですけど、まあ、こちらの印象としては、まあ、良かったかなという感じです。なかなか20分だとね、ちょっと時間がない、足りないかなっていう感じで、まあ、30分だと割かし、まあ、いけたかなっていう感じでしたね。はい。まあ、でも、そうですね。30分撮ってもなかなかお客様と喋れないですね。と喋っていただける方は喋っていただけるんですけど、結構30分でも、もう選ぶのに必死、見るのに必死という形で、なかなか僕と喋りができないお客様が多くいらっしゃるので、まあね、ブームが去ってまたね、個展とかでゆっくりゆっくり見ていただけるときあればね、皆様とゆっくりお話ししたいなと思っております。はい。でね、はい。まあ、本当に今回も多くのお客様にお土産とかいただいて本当にありがとうございました。そして、まあ、情報報告も含めていろいろお話ししていきたいんですけど、まず、はい。お守りってあるんですけど、うちの嫁と話していたら、これは自慢していいよっていうことだったので、ちょっとお話しします。ですね、17日日曜日、朝、大須観音にお参り行って、夜、まあ、ペン&カフェさんのスタッフ、店主と、まあ、ちょっとお食事、そして、まあ、お酒を飲んでいまして、ちょっと終電なくなってしまって、タクシーで帰るホテルまでね、タクシーに乗ることになったんですけど、その時にね、東海地方だったかな、名古屋だったのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど、一台だけね、こっちの地域にね、金色のタクシーがあるんですよ。通称金タクって言われる。で、それにね、全く僕わかってなかったんですけどね、乗っちゃいました。そしたらね、運転手さんからお守りをいただきまして、はい。こんな感じで、はーい。自タクシーさんですなんですね。はい。お守りが。こういう、はい、乗車記念でね、いただきまして。はい。まあ、朝、ホース観音にお参り行ったのが良かったのかな、という感じでしたけども。はい。ちょっと、すごいことが起こりましたので、ちょっと、YouTube で自慢させていただきました。はい。そして、ペンの方ですね。はい。これ、旧型クリップなんですけど、旧型のクリップは販売していきます。なので、お店の方にもね、チューブとセットにしたものを皆様に100円で買っていただけるように、納品していきたいと思います。そして今回のイベントの後の納品から新型クリップに変わっていますので、まあそちらの方ね、はい。もしこちらの旧型の方がよろしければまた交換してみてください。特にルーチェペンはやりやすいですね。ペンシルはちょっと外すの、新型グリップ特に外すのね、難しいかな。そう、新型グリップね、ここが狭くなってるんですよ。ここがバンドを長くしたんですよ。まあその辺も含めてなんですけども。またやり方はね、しっかり、やっていきたいと思います。
そして新型のクリップ販売はないんですかっていうお話だったんですけど、すいません。そのうち販売します。なぜかというと、まあ、金型を作って新型クリップ作ったんですけども、1万ロットの注文なんですけど、1万出来上がってからってやると半年ぐらい先になっちゃうんですよね。なので、徐々にくださいって言ってますので、2ヶ月に1ペンずつ、1000ずつ入ってくるって感じですね。1000で2ヶ月だと足りないくらいなんですよね。ひとまず、8月に1000入ってきて、9月入ってこなくて、10月に1000もしくは2000っていうような話で、お話ししてますので、今回1500だったんですけども、1500だったので、あとね、10個ぐらいしか余ってないんですよね。なので、もうちょっと7月、8月、9月のイベントがありますので、ごめんなさい。ちょっとお譲りすることができませんので、うまくいけば今年中には新型クリップも販売できるかなと思いますので、すいません。もう少し。結構待つかな。はい、すいませんけど、お待ちください。よろしくお願いいたします。まあ、この、まあ、旧型ですね。まあ、いろんな作家さん。まあ、僕以外ですね。僕はバンドタイプなんですけど、皆さん、その、リングタイプですね。はい。クラフト A さん、ウッドペンクラフトさん、そして、野原工芸さんのやつも前、これがあったと。野原工芸さんはね、実はこれだけじゃなくて、結構3つ4つぐらいずっと使ってたかな、いろんなもの。まあ、その中の一つにあったということですね。そして、バンドタイプは、まあ、僕と、まあ、今本当に出てて、手に入れてるのは、マーベラスウッドさんぐらいですかね。で、まあ、SO92。まあ、こちら SO92 なんですけど、こちら SP ですかね。まあ、こちらのクリップは、東京金属さんの、まあ、東京金属さんのオリジナルということですので、まあ、クリップの会社ですのでね、どなたか使っても全然 OK っていうやつなので、まあ、クリップ、まずは野原工芸さんがね、この新しいのに、新型に変わったわけですね。まあ、刻印じゃないですよね。マークがついてという形で、野原さんのやつがこうやって変わってきたわけですけども、僕はもう、なるべく、この、旧型に近い形と、あとリングタイプのやつも作るので、まあ、それと含めてちょっと同じように流用できるようにというのも含めて、こっちの新型は作っております。で、リングタイプできた時はね、ちょっと刻印が打てないんですけども、まあ、バンドタイプだけ刻印があると思ってください。刻印なしも作ります。はい、そのうち作ります。最後に作ります。はい。という感じですね。はい。まあ、ちょっとだけ、ほんと、2ミリも変わらないかな。1ミリ、2ミリ弱ぐらい短くなったって感じですね。はーい。で、裏、こんだけ差があります。はい。して、そうですね。まあ、なかなかオリジナル、こうやって、まあ、変えていかないといけないな。まあ、ほんと、こういうふうに、野原さん並びに僕がこうやってクリップを変えるっていうことはね、まあ、それだけ木軸が出てきてるっていうことですよね。まあ、本当に木軸界、木軸界っていうのが、まあ、注目されて、こうやって作る作家さんが増えてきてっていうことで、まあ、本当に嬉しいお話ですよね。まあ、今後も盛り上がっていけばいいなとは思うんですが、まあ、でも、材料がね、材料の取り合いになっちゃうんでね、ちょっとねーって思っちゃうんですけど、まあ頑張って僕も材料集めていきたいと思います。まあ工房施設といえばね、やっぱ木ですのでね。はい。はい。頑張って木集めていきます。はい。まあ今回まあ、高かったんですけど、まあ、僕が勝手にシアーメースと呼んでるやつですね。はい。ここにまあ5本あるんですけど、シャーペンが4本と、ボールペン1本。もうちょっとあります。はい。仙台用に取ってあるやつですね。はい。これだけは必ず仙台持ってきます。プラスアルファ、まだまだ持ってきます。あと4本ぐらいあったかな。うん。シャーペンがもう1本増える。で、ボールペンがもう3本か4本かしら増える感じです。かなり持ってきますので。
秋のイベントやばいな。うん。本当にそんなに持ってていいのかなと思うくらい持ってきますので。はい。まあ、ちなみに、なくなることはありません。めっちゃ買ってます。はい。めっちゃ買ってます。ただね、すぐ使えないんですよ。うん。うん、ここに出してるやつ全部約2年ぐらい前から、まあ、1年半から2年ぐらい前に買ったやつ、まあ乾かして。でまあ徐々に来てますので、うん、あの順番に乾かしながら、で、ちょっとね、乾燥が早くなるお部屋に置きながらやっておりますので、なくなることはありません。ただ、そんなに数がね、順番に出していきますので、数がそんなにイベントごと出していけれないかなっていう感じです。まあ、今まで見てもらって、まあ、一イベントを、まあ、ボールペン、シャーペン、合わせて10本前後。いや、ごめんね。6本から8本ぐらい。10本出せば多いなって思っていただければいいかなと思っております。まあ、とはいっても高いですからね。うん、なかなか手出しづらいやつなので、まあ大丈夫かなとは思いますが、まあでも今回も、やっぱり高い方が人気でしたね。で、やっぱ縮み人気でしたね。はい。まあでもやっぱりすごいですよね。こう見ても、うん。あ、隣、ハフゼリアなんですけども、はい、縮み奥としては、すごいものなので、またまた。まあ、色もね、うん、これはちょっとオレンジ系とちょっと茶色系。まあ、こっちは黒と、その赤っぽい茶色がね、混ざってる感じですね。うん、まあ、いろいろあるんで、黒いやつもありますしね、あの、リボン木毛もあって、リボン木毛は実はね、この縮み毛でも圧倒的に数が少ない。っていう、レアなやつ。実はレアなんですよ。まあ、そんなやつもね。はい。ありますね。そっちの方もね、あの、仙台の方持っていきます。はい。まあね、なかなかでも、まあ、こういうすごい木ってやつですね。まあ、デザートアイアンウッドとか、このアフゼリアも含めて、まあ、カーリンの紅白も人気ですし、まあ、黒柿、クジャク木ですね。まあ、ほんとね、言うほど数が出せない。一年に一回しか出さないっていうんだったらね、そこに向けて何十本ずつとかで頑張れるんですけど、毎月ほぼ今イベントありますので、まあどうしてもいろんな方にね、見ていただきたいなって思うので、まあそういうふうにちょっとばらけちゃってますけども、まあいろんな地方の方含めて、まあやっぱりまあ東京、そしてまあ関西とイベントは多いですけども、まあそういう、まあ都会ね、まあ、首都圏、まあ、関西方面とね、まあ、全国からでも来やすい場所だと思います。はい。ああ、もちろん遠くでね、行けないという方も、もちろんコロナの状況もあります。交通費かかる。それも十分承知しております。まあ、でも、すごいもの、限定的なものっていうのは、やっぱどうしてもイベントに僕は出していきます。はい。あの、ネット通販で売る気がありません。なんでかっていうと、やっぱり実物見てほしいからです。もうこれはもう一生変わりません。ずーっと最低的なんです。20年以上ずーっと最低的なんです。変えれません。すいませんが、まあいくら時代が変わったといえね。すいませんが、まあこの辺だけはちょっとご理解していただいて、はい。イベントの方にね、できれば参加していただければなと思っております。はい。長々とお話しいたしました。はい。次は仙台ですね。仙台。はい。本当は8月21日っていう予定聞いていたんですけども、8月の20日。土曜日です。日曜日じゃないです。土曜日ですよ。8月の20日、20日。土曜日です。はい。はがき、今募集しております。25日。7月の25日、消印、有効です。今ざっくり、先ほど見てきたら30、40ぐらいかな。うん。まだまだ全然余裕だなという感じ。1日でも余裕で回せる人数です。まあでもこれぐらいで止まるのが一番いいかなと思ってはいるんですけど。まあ東北ね、初のイベントですので、もしね、あの、ご都合ついて来られるお客様がいらっしゃいましたら、あの、はがき出していただければ確実に見れるように、見れると思いますので、よろしくお願いします。マネス。ペン関係ありません。
コンプロットのみ、またどこかのタイミングで動画ざっくりやって、仙台のイベントを来られるお客様よっていう感じで、予約してくださったやつのみ持っていくという感じになるかと思います。はい。よろしくお願いいたします。ではでは、また作品頑張って作って、はい、紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。